収素、収素、収素、は、原子番号 35, 原子量79.9の元素である。元素記号は、BR、ハロゲン元素の一つ。単体、BR、二収素は、常温、常圧で、液体、赤滑色である。分子量は 159.8, 有点摂取7.3度、沸点摂取58.8度。 反応性は塩素より弱い。刺激臭を持ち、猛毒である。海水中にも微量存在する。アントワーヌ・バラールは1826年にフランス学士院へ中素発見に関する論文を提出している。フランスモンペリエにおいて海水と塩素の反応によって発見された。バラールは口述するシリアツブリガインの当時の名称、ミューレックスから 新元素の名称として、無理でを提案した。しかし、フランス学士院は、無理でではなく、ギリシャ語の悪臭、ブロモスに基づくブロミンに決定した。なお、ドイツのカール・レイビヒは、1825年に、光線から新元素を発見していたのだが、論文を提出する前にバラールの論文が発表されてしまった。20世紀初頭、ドイツでは、海水から収穫を得ていた。 プールに導き入れた海水を塩素で酸化して、わずかに生じる収素をアニリンと反応させて得られるに、4、6、トリブロモフェノール、フェノールに、収素原子が3つ置換したものの沈殿を分解して、収素単体を得ていた。当時の価格は、同質量の金より高価であったという。アメリカ合衆国においては、 ダウケミカル創業者のハーバートダウが開発した電気分解法乾水交渉に用いることで中素生産が始まった。後に海水にもダウの手法が適用された。精神的な興奮状態、性欲を沈める作用があるため、19世紀においては興奮性の精神病の治療薬、鎮静剤、性欲抑制剤として、収華カリウムなどの収華物を用いた。ただし、 毒性があるため、現在ではほとんど用いない。あとに、イスラエルの視界周辺の井戸から産する、シューカマグネシウム水溶液から得られるようになった。シュー素の価格は、中東和平が達成されると下がり、軍事的緊張が続くと高騰するなど、不安定であった、アメリカ合衆国のユニオン軍、アーカンソー州の地下水から得られるようになり、現在では、こちらが、 最大の産出値である。非金属元素の中では、常温、常圧で液体である、唯一の元素で二原子分子、BR を形成する。色は暗赤色,色で、常温、常圧で蒸発しやすく、赤色の気体となる。同じハロゲンの塩素と、同様、強烈な不快臭を持つ。ハロゲン中での反応性は、塩素より小さく、要素より大きい。水には、 若干溶け、二硫化炭素と脂肪属アルコールと酢酸,酸にはよく溶ける。多くの元素と容易に結合して、強力な漂白作用を持つ。皮膚に収素が触れると腐食を引き起こすため危険である。収素化合物には、保存層を破壊したり、生物濃縮するものがあるため、段階的に廃止される予定となっており、次第に工業的に製造されなくなってきている。 シュウソは強力な酸化剤で、金属や有機化合物と容易に反応する。アメリカ合衆国バンダービルト大学のビリー・ハドソン、博士らは、見栄えへの給治実験でシュウソを除いた餌を食べ続けたグループは死滅したが、通常通りシュウソを含む餌を食べた対象グループは、生き残ったことから、シュウソが動物にとって28番目の必須元素であることを確認したと2014年に発表した。 工業的には、収穫物用を含む水溶液を酸性条件下で塩素を吹き込み、酸化された収素単体を上流生成する。収素は海水中には 65ppm 0.0065%含まれ、水底酒原料は100兆トン存在し、多くの国で海水を原料として収素を生産している。一方、視界あるいは、 周素の含有量が高い香水が知られており、アメリカ合衆国やイスラエルなどの国では、香水や視界の水を原料にして、同様に塩素で酸化して生産している。日本では海水に塩素を吹き込んで周素を有利させる、海水法とにがりに含まれる、MGR に塩素を吹き込んで周素を有利させるにがり法で生産され、生産量は2007年で2万6千トン、推定である。 米国地質調査所の2005年版統計によると、全世界の収穫の生産量は約59万トンである。その内訳は、1位の米国が22万2000トン、2位のイスラエルが20万6000トンでありこの2カ国で、世界の生産量の8割を占める。国連統計局の2002年度統計によると、輸出量は、 リサイクルされたものも含めて1位のイスラエルが9414万1000ドル、2位のベルギーが3441万2092ドルであった。シリアツブリガイベリネス・ブランダース、旧学名、ミューレックス・ブランダースが分泌する無色の液体が空気中で酸化されると、紫色、皇帝紫の成分である6、6、ジブロモインジゴが得られる。この貝は、 現在のレバノン沿岸ンンティルスに参したため、染料はチリアンパープル、ティリアンパープルとも呼ばれた。19世紀にアニリン染料、モーブなどが開発されるまでは、最も優れた紫色の染料として用いられていた。工業的には、言うなまりガソリンの添加剤であるジブロモエタン、消火に用いる CBR-CLF、CBRF などのハロン、土壌訓場剤のシューカメチルが、 主な用途であった。しかしながら、いずれも環境に与える影響が大きいとされ、生産、消費量は減少している。航空機、新幹線車両などの内装材にも用いられ、難燃剤として優れるポリ収素化、ジフェニルエーテルは、その他の主な用途である。写真の観光剤として、収素の化合物収穫銀、シルバーブロミドが用いられている。このため、 因果詞のことを英語ではブロミドペーパーと呼ぶ。これが展示てアイドル等の写真であるブロマイドの語源となった。高温で様々な無機物、有機物を含む温泉水の消毒剤として塩素剤だけでは不十分な場合があるため b c d m h ブロモクロロジメチルヒダントインを主成分とする塩素臭素剤が使用される。海外では ブロミンタブラッツという一般名で市販されている。天然の収素はほとんど同量の2種の安定同位体 BR、存在比0.5069と BR、存在比0.4931からなるので、質量分析において、収素を1個含む分子は、質量数が2だけ異なり強度の等しい日本組のグナルとして現れる特徴がある。収穫の基礎産は、 汎用名を持つ。次に、それらをあげる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。